バン県は、トルコ東部の東アナトリア地方にある県で、クルド人が大部分を占める。西は、バンコ、東は、イラン国境に接する。県とはバン。面積は19,069平方キロメートル。人口は2010年現在で1 3 5,418人で、ある。時計回りに、南にハッカリ、シュルナク、西に、スイルト、ビトリス。 北にアールと接しており、東はイランとの国境になっている。バンネコの原産地である。チャルディラーンでは1990年1月9日にトルコでの史上最低気温である摂氏46.4度を記録した。この県には12の海自治体がある。紀元前9世紀頃、この地域はウラルト王国の中心地であった。 この後ローマの支配を受け、セルジューク朝のマラズギルとの戦いは、バンコの北部で行われた。この地域は、セルジューク朝の領土となり、さらに、その後オスマン帝国支配下となる。オスマン時代、この地域は、アルメニア人の中心的な居住地だった。第一次世界大戦時、いくらかのアルメニア人は、ロシア側につき、アルメニアの兵として戦った。また、 この時期多くのアルメニア人がオスマン朝に暴動を起こし民族に関わらず多くの人が亡くなった。これに対してトルコはアルメニア人大虐殺を行い国際的な非難を浴びている。ありがとうございます。